さあやっていこう。第4話、大暴れ火の玉芸者ガールズやっていきましょう。どうもアザラシです。いやあの前回の動画をね、あの久しぶりに上げたじゃないですか。久しぶりに上げたせいでいろいろと感が鈍ってるなっていうのを痛感した。音量調節したはずなんですよ、ここでね、ボリュームでね、ちょっと見えにくいな、ボリュームでね。で多分3にしたの、前回3にして音を大きかった。最初標準にして、それが4に3にして、それでもなお大きかった。3なんですね。3か2、もう2だね。別にさ、俺の声を聞くよりも BGM 聞いてくれて気がするんだけど、2ですね。で、あともう一つ気づいたのは、あの画質がやっぱね、あれ、うん、あんですね。これ 640×480 のサイズで撮って、で480p になるんですよ。そしたらね、そのまま上げたらどうしても画質が荒くなる。 640×480 で、こっちでね撮ってるね、こっちでエンコードした動画の、あ、いいですになってます。動画の元のやつよりも YouTube に上げて 480p になったやつの画質が荒れ。これをね、回避するためには 720p の何を言っとんかよ、640×480 のサイズじゃなく 1080×720 ぐらいの大きいサイズにして一旦上げなくちゃいけない。これがね、なんだこの意味、あらね、これが難しいんですね。久しぶりにやって気づいたよ、やっぱ画質が悪いなってことに気づいた。こっちのこのパソコンで自分が上げて確認してエンコードした動画よりも YouTube に上がった動画の方がやっぱ画質が悪いんですわ。もうこれはもうどうしようもない。これはもうその今までのやり方としてどうしようもなかったんだけど、これからちょっとサイズを上げ、スケールアップしてから上げていきます。 1080p 横のサイズ1080の 720p で上げることにしていきます、これからね。そうするとね、動画のサイズが上がるから助けるよ。すぐ助ける。よし、急げ。大丈夫、問題ない。犬が、なんかこれで引かれずにショックして異世界転生ものみたいななりがち。これで助けに行って犬を突き飛ばすんだけど、その犬は本当別に助け、その犬自体は別に犬、あの車はもう直前で止まって、本来助けなくてもその犬は死ななかったみたいな。今のがなんか完全にこの車のタイヤとタイヤの間行くから死なないやつ。大神さん、その車の恐怖でショックし異世界転生してアホな女神、なんか爆裂魔術使う、魔法使いと、あとなんか地上の剣士と一緒に一つの村でずっと延々と戦い続けるっていう異世界転生もののアニメが始まる。あれなんなんだ。クソアニメじゃねえかと思うんだけど、ファンがおった、しばらく見てたんだよ、うん、最近アマプラで。なんだっけ、このすばらしな、このすばってやつだな。しばらく見てたんだよ。多分十何話ぐらい見てたんだよ。全然わからねえ。とりあえずめぐみんってやつは可愛いってことだけは分かった。このすば語り、あんまり深くは語れない、このすば語り。はい、おがみさん、実に犬助けただけでこの陸軍の高圧的なタイプ、海軍なんですね、おがみさんね。陸軍には強く出れない。なんだ、徳様、我々犬頃の宇宙は大事だとこざっか。もうあの軍が腐って、大正時代の帝国軍が腐って、帝国軍事の腐り方、その階級章、陸軍の将校だ。階級章っていうか、もう服からして陸軍だよ。海軍は白で、こう前チャックだよ、前このファスターだ、ファスター。大きさまも軍属か、階級と名を名乗る。お前たちになるんだろい。お前たちになるんだろい。あれですね、あのなんだっけ、マシンロボレスキュークロノスのあれですわ。あれ誰だ、ガイだっけ、あれ忘れた名前出る。これクロノスの逆襲は覚えてるんだけど、あの人なんだっけ、ガイだって
あれ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 、あーダメだ、出てこない、名前が出てない。剣道、剣道違う、あすぐ出てこないな、すぐ出てこないな、か情けねえな。マイトガイ、マイトガイン違う、あれちょっと今検索します、すぐ出てこない。マシンロボクロノスの逆襲まで出せるのね、思い出せるのね。バイカンフーって名前も出てくるんだよ、抵抗する。バイカンフーって名前も出てくる、でも主人公の名前出てこない。マイトガイ違う、全然違う、ロムストールだったロムストールの名前出てこない、うん、脳が劣化して、劣化して、劣化してますね、老化してる、劣化と老化が進んで。確かに米津社員が不在の今揉め事起こすんです。もう抵抗したはずなんだよ。では行くぞ、殴られる、いや、やめてください。車にへこみができてしまう。大神さん誰、あ大神さん、アニメがしっかりアニメしてる。あなたは、あなたは誰。雨降ってきたんだからさ、車の中戻ろうぜ、濡れちゃうよ、濡れちゃうよ。陸軍の腐敗っぷりが進んでいる。あ、雨の描写が、貴様無礼な陸軍大臣、強国警護閣下に敬礼をせん。大臣、陸軍大臣って結構偉いんじゃないか。あの大臣ってさ、陸軍大臣ってあなたがどういう階級なの。将尉ですか、将尉とか大臣とどれくらいの差があるんだろう。しています。おホモか、ガチホモか、いいね、してんね。やはり昔パンツレスリングがすごい好きだ、ね、ホモじゃない、パンツレスリングが好きで、ビオランテっていう名前のキャラが好き。本格的スーパーマンっていうドームがめちゃくちゃ面白い。パンツレスリングがもっとね、広く周知されてほしかった。イームよりもパンツレスリング、ニコニコとして言えば、ね、のものパンツレスリング、イームしてんね、サボってんねっていう名言が、何の名言なんかよくわかんない。バカな死に方をした、空耳死です、無駄死にをしたあの世で悔いていることでしょう。ほう、一理ある。何、ま、よせ桜くん、お父上、全然話が進まない。犬死にはなさない、めっちゃゆっくりもったり喋るね、たっぷり時間を使って。賢い生き方をしてくださいね新宮寺桜さん、桜さん全部知ってる、帝国会館の知られている。なんですってこいつ、もいかにも悪いやつだから、いかにも悪そうに見えるからこそ実は悪くないっていう、そういうこともあったりするかもしれない。いや、記憶の記憶、俺の記憶が、アザラシの記憶が確かなら悪いやつだったような気がする。お父様は苦労するって、私決して許さない。儒教思想が根付いてるな最近折り出し中田の動画ばっかり見てた儒教とかなんだっけ、朱子学から派生してる儒教だな。老荘思想でいこう痛みますか、な多少殴られてくれどうということだね。でもそんなさ、ああこれか、あの子犬も助かったんだ、これぐらい大丈夫さ、いけね。さっきのことは支配人には秘密にしておいてくれよ、なぜだい。でも入院中の支配人、ヨネの支配人に余計な心配をかけたくないんだ。そういえばね、あのね、もうあのさ、動画の冒頭で言わなくちゃ、新作の大戦の発売まで残りあと今日は9だから、あと3日です。この動画が上がるところには、あと2日になってるかもしれない。申し訳ありません、長官。我々が至らなかったばかりにこのようなことに。サムネどうしようかな。今からサムネのことを考えて。サムネが
サムネが残りあと2日、新作が出して残り2日みたいなサムネをビシッと貼っていて、で発売されたらそのサムネを変えようかな。全然動画中では大して触れてない新作が大好き、やりたいんだよ本当は、めちゃくちゃやりたいんだよ、めちゃめちゃ新作が大して楽しみなんだけど、一つ気に食わないことがあるとしたらこの発売時期、12月、3月に発売してほしかった。3月か4月、桜大戦、桜の季節にあげてほしかった。冬じゃね、このど冬ではね、なんか桜感が楽しめる。いやー、青髪、海はいいな。やはり夏といえば海だな。確かにいいな。好感度を上げて、加山の好感度を上げて。そうだろう、青髪、やっぱり海、夏の海は最高だよな。いやー、理解のある友人を持って俺は幸せだな。それじゃあ俺はこれ失礼する。支配人といて何の話、病も気から落ちる、夜の支配にはお元気にと伝えておいてくれ。じゃあ、はい、病は気から落ちる、これ覚えておこう、テストに出るから。病は気から落ちるね、あの記述式の試験に出てくるから。うん、あの病気の人にかける言葉、記述式、20字以内で答える。じゃあ10文字以内で答える。病は気から落ちる。20字、10字以内で答える。何なら8字で答えよう。記述式の問題。お前たちか。これも採点者が困るやつだな。記述式採点。国語の記述式採点が始まる。病も気から落ちるの答えです。来年のセンター出るから。センターですか、新しくなる、新しくなるんですかね、来年、再来年からか、再来年からなるのか。記述式採点じゃないけど、そのまさに渦中のところでちょっとバイトしてましてですね、この夏も結構大変なバイトしてたんですけど、ね、G-TECだかなんとかバイトしてたんですけどね、どうなんですかね、記述式採点ね、語りたい。ただいかんせん桜大戦の実況の中で語るのはいかがなものかと、動画に入れない、動画の中の話が全然入ってこないっていう苦情も来そうだな。記述式採点の話したいけど、したいけどね。あ、これはさっきそこで転んで、あー、こら怪しいな、こうなんじゃないですか、動機でもバレたんちゃうの、大神班、にゃくにゃくにゃ、年食うとコーランの良さが分かるな、年食うと。と言いながらまだここまでビジュアルを一つ見てない。やっぱチャイナがいいんですね、チャイナがね。なんかちょっと丸いんだよな、コーラン。ちょっと丸い。久しぶりやな。髪型が浦島みたいな前髪してる。浦島って誰？あら、コーラン。コーラン。花屋敷支部でお仕事があるんじゃなかったの？こういうチャイナドレスって動きやすいのかな。こんな服してる人ってあんまいないと思う。その仕事がようやっと一段落ついてな。定劇に戻れることになったんや。それで定劇に帰るついでに、ただチャイナドレスの破壊力は確かなものよね、実際問題。でもチャイナドレスばかりの世界に放り込まれたら、 T シャツと白の T シャツジーンズとかがめっちゃグッときたりするのかもしれないし、キャミソールの魅力にクラッとくるのかもしれない。現実にこのチャイナドレスを着てる人がいなさすぎて、チャイナドレスにおって思ってしまうけど、チャイナドレスだらけの世界の中だったらもしかしたら白 T とジーパンの方が価値が上がるかもしれないから、今のうちから白 T とジーパンをめでていく、なんならリクルートスーツとかもめでていけばいいと思う。てか別に服に着せんなし、全然話聞いてなかった。コーラの話よりただコーラの服について、あ、ご存知ですか。いきなりさくら君がなんかこうツンケンしてる、知ってるけどよ、めっちゃ凛々しい顔して、どうかしたのか、めっちゃギリッとしてる、ギリギリッとして。実はさっきその人の取り巻きと言い争いになったんです。あれ、言うつもりなかったのに、おちゃらけてこの場に入ってきた。大神さん、大ごとにしたくないって、黙って殴られて全部話しちゃってる、さくら君全部話しちゃってる。そうか、そうだったのか、女はこれだからとかって掲示板に叩かれてしまう女って言わないか、某掲示板で女って言わないか、放送禁止用語になっちゃう。京極警護は若くして陸軍大臣の地位まで駆け上がった男だ世間怖いわ、軍縮が叫ばれてるのよ、気な臭いわ軍部による統治国家って
過激な思想帝国じゃねえ、まあ、あれだよ帝国だよ、対象世界人の青年将校たちの支持を集めて、サッカー対戦でどっち寄りのゲームなのって思っちまうな、こういうのを普通に挟んでくるさ、どっち寄りなのって、どっち寄りなんでしょうねやめとこ、政治の話やめとこ、よく我慢した、政治って言うんですよ、政治の話やめとこ、やめる必要ないの、ゲーム中はね楽しく楽しくゲームを楽しんで、もうあの幼少期に桜大戦やってるからさ、幼少期、青年期、少年期、うん、あの正義とか倫理とかの基準がもうアザラシあたりはね桜大戦がベースなんですよ、正義とかのベースがね、それ間違ってんじゃないかなと思って、あながち間違ってなかったんじゃないかなと思う最近は、うん、そうか、カズマのことを、カズマ何か言ったか、言ったですよ、やべえ、全然喋ってる、全然喋って、このワンエピソードすら20分かかってる、いいな最近オリラジ中田の動画とテリー伊藤が話してる動画見てさ、対談で、ね、テリー伊藤側の動画だった、チャンネルだった、テリー伊藤が全然好きじゃないよ、好き嫌いでもない、好きでもないし嫌いでもないけどさ、その中でさ、やっぱあのなんだ、動画を上げる原動力みたいなことをいろいろ考えさせられたなって、受けるとかさ、お金を稼ぐとかそういうことじゃなく、なんかこうやっぱ自分が楽しいなって思うものを上げていくっていうのが大事かなって思わされた、ふと気づかされた、いろんな動画を見ましたよ、この間で動画を上げてない間、いろんな人のいろんなチャンネル、いろんな動画を見ていろいろハッとさせられて、そしてまあその折り出し中田の妄想思想じゃないけどさ、なんだろうね、なんかこうガツガツやるよりもさ、自分が楽しいって思ったものを後世にレガシーとして残していくというか、自分の生きた証が動画として YouTube 上に残っていけばもうそれで十分なのかなって最近思ってる、登録者数1000いって万いって、なんかこうそれなりにお金が手に入ってみたいなことをさ夢見るけどさ、そんなの俺には土台無理でさ、俺っていうかこの遅刻アザラシというキャラクターというか人格には無理でさ、ただこう愛するドリームキャストとか、なんかその辺の細々した日常に起こっていることとか、そういうのをさ、なんかただだらっと上げていくっていう、そういう気の抜けた動画を上げていこうかなと思いました。神と滅却、俺の愛と、これあの高等無形って剣もあったよな、あれなんだ、あれどこで出てきた剣だっけ、神と滅却、あー迷った、危ねえなぜですか、もう良かったけどね、やっぱ男は男はね、頼んだぞ、男は心で会話するから、それが男って、理由を聞かない、理由は愛で聞かない、いつかまた酒でも飲んで組み交わそう、その時はこの時はグダグダ聞かない、ただ黙っていくと、これが男、大神一郎ってやつよ、もう男の美学を、ね、教えてくれるね、桜大戦ね、だから好き、現代の人たち、現代20年の時を経て、20年近く、まあ、10年ぐらいかな、10年かもしれない、15年ぐらいかもしれないな、桜大戦が蘇るでしょう、ぜひとも桜大戦イズムをね、現在の人にも感じてほしい、現代の若者たちにもね、男気ってものがここに込められてるから、風呂場を覗くのも男気、こういうところも男気、男、女、そういうの最近流行んでいけどな、男だ女だ、今日も NHK がなんか、ね、女の男になりたい女の子のなんかねドキュメンタリーだかなんかやってるけどさ、あの仏教言葉じゃないけどさ、一隅を照らすでもいいが落罪でもいいがさ、そのあるべき自分のそのポジションでねに納得した上でさ、最澄の言葉だ、なんだっけ、一隅を照らすだよ、ね、あれ誰が言ったか、あ最近誰か、なんかニュースかなんかが、一箇所照らせばいい、その自分のいる隅っこで光ればいいんだよ、なんかそのもう中央に真ん中に人の集まるところに行って、そこでのし上がっていくことのみを自分のなんかこう最上の喜びみたいな、それはね疲れちゃうしさ、自分は今ここにいいね、そうしよう、いいね、何の話だっけだからそのなんかこう自分の今いるポジションに不満を抱いて、こっちの方がいい、こうなりたいとかさ、これは今の自分は
納得いく事務じゃないからもっと変わっていこうとか、それもまあなんかこう上り詰めていく原動力になるのかもしれないけど、あるところではやっぱりこう自分のいる場所をきれいにするとかさ、すごい上昇志向高いんだけど自分の部屋をぐちゃぐちゃとか、それじゃダメだと思う。まず自分の身の回りを正す、その上で引き上げられたら上がればいいけど、まずは自分の周りを照らす、これが大事だと思うんですよ。まあ、そんなことを言いながらこの年になってるから全然自分の周りすら照らしてないし引き上げられることもないけどね喋り直して20分経っちまった。全然セーブとかロードとかそういう画面まで来てない、ひたすら喋ってる。犬の名前つけるっていう、ただそれだけのためにこんだけ時間かけてる。犬の時間をかける、名前つけるにかける時間はこれからの時間、これからもしかしたら10分ぐらい犬の名前をつけるのに時間をかけてしまうかもしれん。しかし俺はもうここに時間を取らない。もうスミレ君一択でいく。どんな名前がつけられようとスミレ君一択でいく。クソみたいな名前でももういい。スミレ君の花丸いいですね、いいね、よし花丸夏服いい感じです。花丸でいいって今言ったじゃん、いい感じ。うん、まあいい感じだよ、まあいい感じ、うん、いやいやもう花丸でいい。朝の NHK の情報番組に出てきそうな名前だ。博多、博多ってつきそう。ただただそんなに知らない。いいんですのモノマネする方が花丸の方だ。よく分かってないんだ。大吉と花丸だったっけ。あんまりお笑い詳しくない。お笑い芸人詳しい人って何なんだろうなって思っちゃうよね。お笑い芸人たかがお笑い芸人だぞって思ったんです。お笑い芸人のパーソナリティとはそこまで俺は大事じゃないと思うんですよ。お笑いが笑えるかどうかが一番大事で、そのお笑い芸人のパーソナリティによるっていう必要があるのかなって思っちゃう。それ例えば絵描く人の、まあ、絵の良し悪し、その絵がいいっていうの分かるから、その絵の良し悪しを語るならいいけど、その絵を描いていた人がどういう人だからっていうのもそんなに大事かなって思ってます。まあ、大事か、大事だわ。画家のファンもいるかもしれない、うん、今ちょっとなんかうまいこと言おうとして全然うまいことまとまらない。お笑い芸人のパーソナリティ分かったけど全部もうイエスってしか言ってない。もう疑問を持たずにただイエス。4時に行く。これね、なんとなくだけど、なんとなくだけどすぐ風呂に行くような気がする。あ、外で汗かいて疲れたからすぐ風呂行くみたいな、そんな感じじゃないかな。はい、セーブできない、セーブできない。20分22分来たんで一旦ここでカットします。一旦ここでカット。これからちょっとブラブラっと歩いて、それからそれをパート2にします。ここで一旦カット、パート2。